ヘッドきたー下右足強烈キュンキバイス決めていきました。先制岡山データ通り右方向に蹴っていきました。今シーズン6得点目。落ち着いて冷静でしたね。同じ方向でしたね。競り勝ったクリスティアーノ、このルーズなボール、チアゴ・アビスが行く、チアゴ・アビス浮かせた、転がって、転がって、ゴールイン、チアゴ・アビス、今シーズン16点目。コーナー、口引き選手ですね。まあ、強く押していないということのちっちゃい1のブロックが綺麗に出ています。その外側から徳本クロスファーサイドデュークのヘッド3点目。クロスに合わせたミッチェル・デューク今シーズン8ゴール目。前半の PK につながった柳選手のクロスも徳本選手だったですけどもね、徳本選手が少し前ポジションをパスを送る、もらい直す児玉、新井です。新井のクロスファーサイド西矢、こぼれている、そのままゴールに押し込みました。先制は徳島です。後半の立ち上がり最後押し込んだ一味、右サイドからのクロスに対して西矢選手が折り返して、まあ、中野選手が決めに行くと、まあ、仙台の方がね最初のファーストボールの競り合いに対して少しかぶってしまったっていうところと、またこの中のボールも2人触ってますけど、まあ、若干意思疎通ができなかったっていうところで、まあ、徳島は右に左にボールをずらしながら松下に戻して中山に入る、収めた中山、背負って中山は左へ、キムテヒョンのクロスファーサイドヘッド、ポストだ、ゴール決まった。一人少ない中でマセのヘッドが決まって同点。仙台が追いつきました。希望をつなぐ1本縦パスからこのキム選手のクロスまで来ましたね、まあ、中の人数も揃ってましたし、ウィングバックの松選手が中に入ってきてゴール前に絡むと、まあ、これ初塚選手もここまでいますから、しっかり前線に顔を出していく人数というところで1人いないところを感じさせない、まあ、そんなプレーになりましたし、まあ、松選手さあ相手を背負ってのプレーですが、小島つながっていってクロスを上げる、さあここからシュートブロックがあって最後押し込んだのは田中です。群馬先制、前半17分サイドからチャンスを作って入り島で一気に持っていきました、ね、はい、少し、秋田のセンターバックセカンドに対しての反応っていうのは遅かったですね、はい、最後田中雄大も粘ったんですが、粘ったんですけどね、こぼれ球のところ最後いたのはもうフリーでここにいましたから。南、半田、藤田、半田のワンツー、もう一度だ、シュート、加藤大輝、山形先制です。7月6日以来となる自身6ゴール目で背後取って、もうこの時半田選手もしっかり加藤選手のことが見えてるんで、おそらくディサロ選手は間にいますが、そこはやっぱり見えてはいるものの、一番奥の加藤選手へしっかりとこう狙ったパスだと思うし、で加藤選手はもう得意の左足に丁寧な、半田選手20歳でロペス選手はもう31歳で一回り、ね、はい、近く違うこの対戦というのも、ね、面白い。このボール南、いやー、構えます、構えます、山形2対0、
がもう樺山選手の足につけるようなボールですけど、はい、タッチしてこれですよ、踏み込んでないんですよね、もう走ってるその勢いそのまま次のステップでアウトで押し出すっていう、で、まあ、樺山選手にしたらこのワンタッチツータッチっていうのはそんな難しくない、はい、彼のテクニックを持って言えば残り5分を切ったところでのこの2点目、はいはい、千田の方もおそらく平戸選手と安井選手がボランチの位置ですかね、はい、で長谷川亜矢選手がトップしたって感じですね、中央から運んでいきます、ヘッドで落ちて佐藤亮が打ち切れない、あ、そしてさらにセカンド森田が行ってさらに行った、外から深澤大輝、少しセカンドの処理町田が遅れたところ、いきなりベルディが左のサイドバック深澤大輝のゴール、今シーズンの3ゴール目で先制しました。ゴールの反応ということは非常に良かったですね。佐藤選手からすると、まあ、ここでしっかり決め切るということが、はい、自分にとっては大事だったかもしれないんですけども、まあ、ただ結果ここでチームとしてゴールこの時間帯に奪えたってことは大きいですね、はい、まあ、そこまで詰めて深澤選手の、少し馬場が脇腹痛めましたけれどもそのままプレーをやっています。安井から長谷川アリアジャスルヒル、うん、安井中央だ、ヘッドすらして押し込んだ、中島、いや今は見事な崩しでした、見事でしたね、はい、まあ、サイドでのコンビネーションですよね、まあ、この位置、あの高い位置に長谷川そして安井が絡んでくる、あ、山口ですね、山口と平戸の右足を使います、少し密集を作ってそこから散らばっていこうという感じだ、ディフェンスちょっとつきづらい状態になっていますね、ファエ、ね、ヘッドきた、太田修介、これが彼にとっての J 初の2桁ゴール、町田勝ち越し、誰にもまず疲れない状況でこの太田修介出てきましたから、それにしてもあの位置から素晴らしいヘディングですね、いやこれで彼にとって決めた、坂野が決めて同点、東京ヴェルディ追いつきました。いや、この難しい間が空いた状況の中で、しっかりと打たれるとやっぱさすがにキーパー読んでも届かないですからね。ここはクロスにしました、逆サイド武田に通って長谷川目の前、相手に当たって長谷川達也は面白いクロス上げて小川幸喜、それがエース、得点ランクトップ21ゴール目、長谷川から小川幸喜のホットライン完成を蹴れる技術、まあ、それに対してやっぱ入っていきますかね、小川選手は。この2人のイメージが共有できてゴール生まれましたね。今シーズン何度となくこのゴール見ていますが、そしてまあゴール生まれた後小見の仕掛け、縦選択、ディフレクションがあってこぼれてきた、チャンスになった、伊藤マイナス、谷口戻した、右足強烈、星裕二です。前半37分先制、アルビレックス新潟。シュートという選択肢もあったかもしれませんけども、はい、ここはシンプルに星を選択しましたね。星は思いっきり蹴りましたですね。守るんじゃなくて攻撃だと、2点目3点目、そのあたりのコメントも送り出しました。左足で入れていいボール来た、宮田ヘディング、あ、決まりました。頭で合わせました、谷口海斗、今シーズンこれが8ゴール目。ちょっとファーストバウンドが伸びましたかね、ハーフタイムでも結構水は撒いてましたし、よく言うかで取りに行くのも結構上から抑えるような手の動かし方じゃない、まあ、こういうところの立ち上がりの入り方っていうのは悪くないですよね。林が収めようというところを奪った大分、いいインターセプトでした。杉浦恭平、
右サイド大石フリーですが、ターンした松本博也、原沢が先制、前半の5分。あの得意の右足ではありませんでしたけど、よく振り抜きましたよね。これはキーパーの吉田選手からするとおそらく股下とか抜けてるんで、はい、まあ、ノーチャンスですね。松本拾った大分ネット、縦につけますサムエル、もう一度ネットからミサオが来て、体が決めた、ようやく大分に帰ってきて決めた、金崎ブーが決めました。はい、まあ、この、ね、ネット選手とサムエル選手の関係というのはあの立ち上がりから素晴らしいですし、ここにやっぱり三沢選手が、ね、上がってくると、この辺り逃さないタイミングとか、さすがの最後の技術、まあ、三沢選手のもう半分得点と言ってもいいようなゴールでした ね。金崎ムー大分に帰って、ここで上げてくる林、大石竜平打てるか、右足シュート、ホームゲームではこの人が決める、大石竜平、やっぱり入っちゃいますよね。ここねトラップミスしたので、うん、全体でこう寄せる時間もありましたし、ちょっと最後のところは甘かったかなというふうには見えましたかね。寄せが少し甘い部分がありましたかね。そうですね、ここ後ろ向いた時にもっとこう数人で寄せていくような迫力、はい、前回この大分と対戦した時も得点を奪っていますが、ベテラン杉浦きっちり決めました、今シーズン5点目、3対1。落ち着いてましたね、しっかりとインサイド気味でコースついたいいシュートでしたね。もうほとんど決めてあの蹴ってるような感じでしたね。そうですね、はい、落ち着いて流し込みました杉浦恭平。梅崎からアウトスイングのボール、ヘッド、あーすげー、1点返した大分、ペレイラが綺麗に合わせました、3対2。セットプレーをものにしましたアウェイの大分、このヘディングの強さですよね、はい、このコースにこのスピードで飛ばされたらもうキーパーはノーチャンスですね。いや梅崎選手のまずボールが本当に素晴らしかったですし、ペレイラ選手もうまく決め切りましたね。今0対3から3点奪って同点に追いつきました。違った形での3ゴールですが、この時間帯は守る時間です。井上が来た、井上の折り返し、指輪が来た、同点3対3。最後のところね、少し当たらなかったシュートだったのかもしれないですけど、よく流し込みましたね。左利きの指輪が右足で蹴りました。そうですね、才能ですからね、いったところはしっかりと教え込まれています。年齢関係ないですからね。そうですね、正直。さあ変化つけて池上、佐藤出てきた、仕留め切りました。レノハ山口セットプレー、デザインされたセットプレーから74分、仕留めるところがやはり、あ、佐藤健介選手ですね。佐藤ですね、佐藤選手ですね、はい。いやこれは、ね、もうあの佐藤選手を開けるという、ね、うん、ことがもう前提な。低いボール宮へ、セカンドボールもう一度岡には縦に運んで上げてきた、逆サイド落として左足、うん、栗本の落とし、そして、まあ、新達選手最後このダイレクトで左足で、まあ、簡単ではないですからね、このどこに落とすか、どこまで落とすかっていうのが難しい中で、後ろから小野がサポート、中野が引き取ります、柴山、中、小島浮かせて中野だ、うん、大宮追加点63分、流れるようにサポート、はい、
ところですね。こうパス出した後もこう抜け出していってますから、まあ、最後の小島選手のパスも素晴らしかった。鈴木、川田がボールを収めます。川田、山崎入った、中野、いやパスを中野選手がちょっと右の外側に止めて、で本当に止めてすぐシュートを打つんですよね、そしてしかも逆サイドでスペースへ高木、森がもう一度受ける、森左足のクロス、根本だ、素晴らしい、1点返した栃木です。使っても良かったのかなと思います、はい、後ろ下がりながらですから、まあ、非常に難しい。杉山シュートに行ったか、杉山、ただ杉山のゴールはちょっと微妙なオフサイドだったかというところも気にはなりますが、ひとまずネットを揺らしました。杉山今確認はしています。これ解除していたかどうかというところにもなっていきそうですが、ひとまず杉山、ただ関与の分ですよね、まあもちろん触ってはないんですが、ただ